変です。はい、大変です。聖様がブログを撮りたい。はい、歯肉の上をグラグラにしたいです。数日前からせいちゃんの歯がグラグラしてて、これがグラグラして食べれない。最近実はね、もう3本ぐらい抜けたのよ。ね、そうなんだけど、もう一本抜けそうって。で、毎回ママが歯抜けるために、あー、ブログにすればよかったって言うしたら、今回抜けそうで自分で抜くから取ってくれる。嘘でしょ。いやー、それ抜けんの本当に。でもこういうのっていい思い出になるじゃない、多分。あ、めっちゃいいけど、ペイ様曰く自分でゴキゴキゴキって抜けるっていうのよ。で、一回もうスカネイネだから、ボン、それを見せたいなって。一回一回で、カホとパパは見て感想ください。感想も何もないよ、怖いんだけど。どの鼻、ちょっと待って、ゆらゆらしてるのにして。ここここ、かよい。うわ、結構でかい歯じゃん。あー、でもそんなにゆらゆらしてない。それ抜いちゃうの、いける。まあ、もう気になっちゃった、ね、で、ご飯食べるのがもうめんどくさいって言ってて、ゆらゆらしてる。そう、お昼ハンバーガーにしたの。そしたらもう食べづらい、食べづらい、もう今日夜ご飯の前に抜く。みんなちょっと見ててよ。せいよくツイストするの方がいいか、引っ張るのがいいか、どっちがいい？私はツイストで一回緩ませて、それでスポットランレーン。せいのやりたいやり方でいいよ、もうだってせいの肌顔見て。ママもなんだけど、人の怪我とか見るのはあんまり好きじゃないんだよね。怖いよ。どうなる、いいのかな、ハゲて。見たくない人は見ないでください。一番最初にファイングやろう。入れといた方がいい。行っていいの？ちょっとカメラずっと持ってるかな。うわ、もう行ってる？うん、赤い。行ってる、これ。ちょっと待って、やってる。あ、え？あ、せい、怖い。無理だったらやめてね、せい。そうだよ、無理すんなよ。痛かったらやめた。どっちどっち、今はまだ抜けてない。何回かやるな。何回かやる。何こんな勇気があんの。え、まだそれ抜かなくていいんじゃん。お兄さんになりました。すげえ、しかもでかいね、この歯。うーわ、これ。うわー、すごっ。うわー。せいさんの歌詞。せいさん、これブログにしたらいいですか？すごっ。せいちゃまからのリクエストでございました。カホはまだ全然抜けてないから、これから来るよ。これから来る。怖い。せいは結構もう今4つぐらいボン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 って抜けた。カホ、次やるか。いや、